してこの家最もこの自慢の大きくなったでしょ。ほら、さあ筋肉ハウスへようこそ。いらっしゃい。ちょっと閉めないでくださいよ。はい、こんにちは、筋肉系 YouTuber の山さんです。今日はなんとルームツアーやっていきたいと思います。というのも YouTuber らしい企画をやってみたいなと思いまして、私の家実は 5LDK ありますから、ぜひねルームツアーで紹介していきたいと思います。でちなみにここ最上階なんですけど、僕しか住んでないんですよ。最上階の全フロア僕なんで、まあこう僕もねワンルームから始まりました。20代の頃ね、狭い4万円ぐらいのワンルーム住んでましたけど、そっからね、まあ、ちょっとこう豪華になったんで、これは本当筋肉でこうなってますからね、筋肉の大きさと比例して家が大きくなってくってね、わかりますか。ということでちょっと案内していきましょう。まずねこのお気に入りなのが、見てください、この広い廊下。これここで何するかって、ウォーキングランジできるんですよ。こうやってダイエットするためのウォーキングランジでいきますから、体重が落ちないなという時はこれですよね。広い廊下がありまして、ちょっと案内していくんで、じゃあ部屋をこう右回りから見せていくんですけど、まずねこのめちゃめちゃ僕気に入ってるのが超でかい鏡があるんですよ。ここで何するかって、いつもお風呂上がりすっぽんぽんでこうポージングの練習ができるんですよね。こうやってまずこれがねめちゃめちゃお気に入りで、右から一番手前、これただの倉庫で、本当にねなかなか捨てられずに溜まってる段ボールとか、段ボールの捨てる日ってめちゃめちゃ困りません？溜まっちゃうんですよね。じゃあこの右の部屋から行ってみたいと思います。さあここもねただの倉庫なんですけど、これ何だと思いますか？こっちに着なくなった服いっぱいあるんですけど、ほとんどがこうプロテインのねストック系、やばい、多分大量にある20キロはありますね、プロテインね、ここにね。まあやっぱりアンバサダーやってるのもあるんで、まあ EA 関係もありますし、こういったね錠剤系も半端じゃないですね、これストックが。まあもちろん飲まなくなっちゃったものもあるんですけど、 EA9 とかもいっぱいあるな。なかなか減らないっていう、まだ増量期って僕プロテイン飲まなくなるんで減らないんですよ。誰かに今度あげたいぐらいで。じゃあ続いての部屋行ってみますか。あ、部屋の前にね、ここはトイレなんですけど、僕トイレねめちゃめちゃ気に入ってるんですよ、広くて。あと声かけると開くんですよ。いきますよ、オープンザ便器。ほらほらね、これ言わないと開かないんですよ。もう一回いきますよ、いきますよ、オープンザ便器。あれ、ここねめちゃめちゃ気に入ってるのが水道あるんですよ。ここに見えますか？ここに普通あんまないじゃないですか。これさ、トイレに水道があって、でかい鏡があって、飲食店のやつみたいなのがねめちゃめちゃ気に入ってるんですよ。じゃあ続いての部屋に参りたいと思います。じゃあここ行きましょう。じゃ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 ん。ここはねほんと何もないんですよ。これまだナースケ泊まったままの片付けてない。ナースケとここに寝てたんですけど、一応客間みたいになるのかな多分ね。ナースケね、ナースケの寝方って多分こうだよ、こう。だから彼普段明るいから、こうなんかね寝てる時にいろいろ考え事してると思うから多分こうだよ。今ねこの広い廊下のライン右で全部回ってきたんで、今度は左のルーム行きましょう。ここねずっと全部一周つながってるんですよ実は。じゃ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 ん。和室があるんですよ。ここね、ここはただの押し入れなんですけど、僕たまに押し入れ入って寝るんですよ、考え事とかするときに。こうやって
こんな感じで、僕ドラえもん、のび太くん、筋トレしないからジャイアンにいじめられるんだろ。早くジムに行ってさ、ビッグスリーやってこいよ。次こっちね、実は全部開けると、あの僕の Vlog とか見たことある方分かると、いつものね寝室に繋がってるんですよ。ここが僕の一番のリラックススペースです。もう僕寝るの大好きなんで、やっぱね仮眠取ることをすごい重要視してますから、こうね仕事疲れたな、パソコン疲れたなって時はこうですよ。最高ですね。たまになんか寝る前とかこうマッサージがこうガーって当ててたり、まあ、ストレッチしたり、あとねこうジョイントバームとかマッスルバームっていう関節を保護するやつをこうやってねこうぬり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 みたいな、寝る前欠かさずこういうのやってますね。これ掃除めんどくさくて買ったルンバ一回も使ってない。一回使ったか、なんかねこれ使うのもめんどくさいっていうね、これなんか難しいんだよな、ちゃんと動かないしな。設定がいると思うんですけど、あとここにはアパレルでねサンプルとかで上がってきたものがストックされてます。これとかね、このブルーのラインが入ったやつ、これ10月ぐらいの販売を予定してるんですけど、めっちゃ良くないですか。あとこの今履いてる日本ラインでもね10月販売しますけど、お楽しみに。これめちゃめちゃ楽しみ、早くできないかなと思って。さあそしてメインルーム、ここがリビングでございます。めちゃめちゃ広いでしょう、まあ、いつもね僕の Vlog 見てくれてる方はあいつもの部屋だっていう感じですけど、テレビがこれね75インチの意外と安かったやつ、これ20万ぐらいで買えたんで結構安くて、でこの辺はもう僕の仕事スペースで、これニトリで買った机、いつもねここであの外の景色見ながら青空とね、あの上越妙高山ってのがあるんで、まあ、そういうの見ながらこうやってこんな感じで YouTube 編集しております。でマネージャー来たりするんで、マネージャー用のデスクと椅子もあるんですけど、結構ねあの事務的な仕事をしてもらったりですとか、はい、あとねこっちはめちゃめちゃでかいライトありますけど、よく見ると天井にね背景紙があって、だ僕のアパレルの物撮りとか全部自分でやるんで、僕動画編集もそうだし、これカメラ系とかデザイン系って外注することないんですよ、全部自分でやるんで。このアパレルのデザインとかももちろん全部自分でやるんですけども、まあ、そこが強みではありまして、そしてこの家最もこの自慢のテラスがついてるんですよね。これ見てください、この前アクトリとナースケでここでバーベキューしてまだ片付けてないですけど、ここに水道とかあの野菜切るスペースがあって、結構ねこうベランダでなんか黄昏れたりしてます。コーヒーを飲んだりとか、ここもなんか仕事疲れたなとかちょっとこう外の空気吸ったりするんですけど、ここはなんか向こうのアパートと目が合っちゃうんで、あんまりこっち側には来ないんですけど、よくねこっちですね、僕の定位置はね、ここね、こうやってね黄昏れて、ここもいつも Vlog でおなじみかもわかりませんがキッチンですね。これ僕のねちょっとね自慢が、これ後付けしたんですよ、食洗機。やっぱりお皿洗ってる時間とかってなるべく省きたいなと思ってね、これ20万ぐらいしたんですけど、なんか夢だったんでね買いました。すごい役立ってる。とか冷蔵庫とか、ここねサプリメントストック、これもよくここは Vlog で映しますね。サプリメントはねよく普段使う結構レギュラーメンバー系はねここにありますね。朝の EA とかはもう必ずここから取っていくと。はい、そしてこちらお風呂ですね。これもね自慢したい、全自動洗濯機。これも乾燥までやってくれるんで、あの洗濯を、まあ、洗濯して干してとか畳んでっていう時間もやっぱりその時間って YouTube とかに当てた方が効率がいいんでね、これもね20万ぐらいしたんですけど、やっぱ社長なんで私も一応ね、あの時間効率っていうのを家電で助けてもらうという。はい、
ちょっとどこ見てんすか。大胸筋みんなならいくら見てもいいですけど、大きくなったでしょ。ほら。で、これね、見てください皆さん。さっきのテラスとつながってるんですよね。これがすごい好きで、だからなんか昼間とかお風呂入るときめっちゃ気持ちいいんですよね。あと普通にね、星空とかも見えますから、ここも超お気に入りスポット。はい、という感じでルームツアーいかがだったでしょうか。結構隅々まで見せたんで、ここが、僕の家の全貌でございます。で、こういったね、ちょっと YouTuber っぽい企画、またね、なんかやってほしいっていう方あったら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。僕もね、こうやってね、自分がなんか最上階みたいなのに住むなんて全然思ったことなかったんですよ。ほんとね、パーソナルジムとか経営してた時なんかはそこに寝泊まりしたりしてましたからね。筋トレの器具が普通にベンチプレスとかのパワーラックがあるところの横でずっと寝てて、快適だなーって思ってたんで、自分がなんかね、家賃とかにお金を使うって時想像してなかったんですよね。やらないなーと。ただなんかやっぱりこう環境が変わってきて、まあ、ブランディングってのもあるかもしれません、まあ、社長やっててあんまりね、いい家じゃないのもちょっとあれなのもありますし、やっぱりこの住居のスペースが良くなるとやっぱりストレスもなくなるし、仕事もはかどるし、結果まあ良くなるんで、ちょっとね、こう家に住むっていうのもなんかやっとね、夢が叶ったという感じでした。まあ、筋肉でね、夢を叶えてきたかなと思いますんで、はい、ただもっと YouTube 頑張ったり、ね、トレーニング頑張ったり、大会頑張ったりね、もう、もっといい家に引っ越したいと思いますんで、またその時は見てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。